変装。なにこれ、なにこれ、なにこれ、おお。これでなんか、ちょっと背中が変装できてない、ちょっと待って。あったー。なんだここ、え、わけわかんねえ、ただきついとこ落ちただけじゃねえかこれ。おお、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、ヒカキンゲームズ。なんだこのマッチョマンは、なんだこのマフィアみたいなやつは。マリオ、またマッチョになるんか、また悪さするんか、マルオがいるぞおい。ブンブンハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、2にやってきました。フォートナイトチャプター2シーズン2、これ2エンド2です。マルオがいたよ。マルオとヒカキン島へ行こう。おお、ちょっと変わってる女の子、ここ変わったね。プレイ。この何この、なんかさ、ロシアのボディーガードみたいな。あ、逃げてる。あ、変身したぞおい。なんだこれ、何このチームみたいな、なんかの組織、バナナマン。あ、なんかまるでさ007みたいな、ちょっとスパイっぽい。あ、何も調べずにやってるんで、何が起きるんだろうこれ。あら、綺麗なところ。丸尾はいつ出てくんだろうね。何このタヌキみたいの。あ、なんかさ、秘密みたいなのが隠されてそう。丸尾、丸尾、丸尾、え、ボスのペット、ボスの手下、今こうやってたやつがボスでしょあれ。エージェンシーにようこそ。あなたは優秀な方だと聞いていますよ。ここがあなたの隠れ家。バトルパスを購入して、このエージェントのチームを雇用しましょう。ニャッスル、ニャッスル、舐めたら痛い目を見る。マルオッスル、マイダス、お金に鼻が利く秀才。別にボスってわけじゃないんだ。マイヤ、あなただけのスタイルに変化する一流のスペシャリスト。めちゃめちゃ着替えてる。さらに他にも、わ、なにこのなんかロボマン。あら、ロボマンは関係ない。わ、わ、わ、なに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 。シーズンを通じてミッションをクリアすると、ゴースト、もしくはシャドウ、選んだ方のボーナスを手に入れることができます。どういうこと、なんか違うゲームみたい。そしてあなたは期間限定のオペレーションに参加し、島の運命を変えることになります。そう、永遠に。なんかちょっとストーリーがある感じですか。バトルパスの購入でミッション開始。エージェントや戦後品、ブラックマロ、そしてホワイトマロ、アイテムを獲得しましょう。ブラックマロいいなこれ。未来はあなたの手に。とりあえずマロを買おうぜ。あなたは正しい選択をすることでしょう。こいつ怖いね。グッドワーク。とりあえず丸尾スキンを全部買いたいんだけど。バトルパスを購入。これバトルパスってさ、何か知らないんだけど、これ購入しといた方がいいの。購入確定、わかんないけど買っとくわ。ちょっとフォートナイトガチ勢を目指したいんでね。アンロック、わかんないよこれ。何お、バナナマンはもらえるんだ。あ、あ、ここがなんかメニューになってんだ。何これ、全然違うやん。それもなんか前回から BGM ロックになってるんだけどさ、これ変えたいんだけど。うわ、なんか英語になってんだけど。なんでちょっとバグってんのかなこれ。言語日本語なんだけど、あ、これか。あれ変わんねえ。ああ、そういうこと、これ、これだ。ああ、直した、直った。さあ、丸尾はいる。あ、丸尾は購入できるもんじゃないの。なんだ丸尾買いたかったのに。丸尾はもうなんか、なんかストーリーにいるみたいな感じ。とりあえずいないよね。買い逃したなんて言ったら大変なことになるから、丸尾。いない。バナナメンがいるじゃん、やった。結構こうやって見るとコスチュームも増えてきたわ。バナナメン。身長でかくね、バナナメン。じゃ、このくちゃくちゃ系のこいつつけて。よし、おお、かっこいい。準備完了。それでは、チャプター2シーズン2の記念すべきヒカキン一発目、ビッグロイ目指していくよー。
なぜかちょっと英語なんだけど、これわざとなのかな、これ。さあ行くぞー。1回目なんかめちゃめちゃマッチング優しいとかなんかないのかな。あのチャプター2になった時なんかそんなのあったよね。それ関係ないのかな。よし、いろんなコスチュームがこう組み合わされてていいね。あははよし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 、ヒカキン島から行こうかって、なんか違くね。ちょっと待ってヒカキン島が変わってね。記念すべきシーズン2一発目はヒカキン島へ、皆さんご一緒に、せーの。ってちょっと待ってよ、なんかできてんぞおい。ヒカキンの家なくなってねえかおい。なんだここなんだここ、ヒカキンのヒカキン島がなんかいい家になってんだけど、何これ。待って、みんな降りそうで怖いんだけど。あ、降りてる、もう人、新しい、あ、なんか人がいっぱい降りてる。やめて、嫌な思い出になっちまう。ちょっと待って、これは激戦区すぎるだろ、嫌な感じ。なんか、待って、なんか警備員みたいのいたぞ今。怖い、なんだここ、頼む、あ、壊せねえ。いやー、最初からかなり微妙なムーブをしている気がする。ダメな動き。何このびっくりマーク。いやー、なんかちょっと強い銃探しに行く。何このヒカキン銃。変装。何これ何これ何これ、おお、これでなんか、ちょっと背中が変装できてない。ちょっと待って、これで何、もしかしたらちょっとこの組織に紛れて皆さんを騙していくっていうスタイル。あ、これ着れば侵入できるとか。あ、撃ってこない、もしかしたら撃ってくるのかな。やった、なんかミラクルが起きている。案外ど真ん中に降りなかったのが。タクティカルゲット、これ撃っていいのかな、この人って。怖い怖い、撃たれそうだ、怖い、わかんない、何もわかんない。バンテージバズーカー、記念すべきバンテージバズーカー。ハッキー、待って、何これ、わかんないわかんない。あー、なにこれ、案外やられてはいない。何あれ、待って、ヒカキンのトイレットペーパーの部屋はどこですか。あの楽しい平和な、待って、これさ、ユーザー同士の戦いじゃなくてなんかもう敵に挑んでる感じになってるよね。これなんか見たこともねえ銃だな。案外動けている、よかった。この銃はいいやつなの。マイダスのドラムガンってこれ違うな、金ではないんだ。焦んな焦んな、これみんな上から降りた人、上手い人かな、やっぱり人がいすぎて降りられなかったからさ、ビビって。このペーってやつ鳴ると見られてるみたいな感じ。うわ外だ、うわ建築した跡がある、怖いな。もう、うわー、びっくりした、怖い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 、パラ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 、スパイです、どうも。いやマジで違うゲームやってる感じ。フォートナイトってすごいね、どんどん進化してすごいスピードで変わっていくから飽きることはねえんだこれ。すげえなんかチュピンチュピンやられてる音はしてるけども、とりあえずここでなんか本当だったらミッションとかあんのかな。なんか足音がしてんだけど、お、しゃがまないと通れない穴。あ、静かになった、変なの。わからん、ひたすらわからん、私。やった、救急キット、オッケー。まあとりあえずわけわかんないけど生き残れたってことで打ち上げしようや。打ち上げしたくなっちゃったもん。よし、逃げたいんですけども、こっからここら辺に宝箱の音してる気がするんだけど、
怖いな、ちょっとここ、あ、あった、油断すんなよ。うわ、ダクトみたいのがある、すげえ。あ、よし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 、分かってらっしゃる。オッケー、まだ1キルしかできてないけど、いやー楽しみだね。丸尾はいつ出てくるんだろうな。ねえ、楽しみしてんだけど、あとこのマイダスのドラムガンが気になってしょうがないわ。これで、これは、あ、いいよ、オープン。ああ、さっきの裏側だわ。まあここなんか下手に行くとピーってやられるかもしれないから、こっから記念すべきビクロイを狙っていきましょう。オッケー。え、なんか明るくね、あそこ。あっ、宝箱ある。そうだよ、これヒカキンの家なんで。そう、ヒカキンはフォートナイト界で成功して家を建て替えたっていうストーリーなんですよ、これ知ってました？ヒカキンコラボです。で、丸尾がどっかに いるはずと。え、なにこれ、なにこれ、自分をスキャンするって何？やばい、いるな。いるいるいる。なに今、なにか分からんぞ、意味が。2キルになってない、紫銃発見。え、殺傷能力すごいよ。とりあえずもう人じゃないのかもしんないね。よし、こんくらいにしとこう。 あすごい頑張ったんじゃない。あれ、え、何ここ、何これ、やば、マイダスのマシンガーもういらねえわ。え、何これ、超やばいんですけど。え、これバンテージバズーカじゃないぞ。これがちょっと使いづらいかもしんねえな。昔もあったよね、こんなの。あんまりいい銃がない。ちょっと待って、あ、てかマシンガン、これ使いづらそうだな。普通のにしときゃよかったな。まあいいや、とりあえずストームから逃げないと。よし、すごい、武器も紫がいっぱい。1試合目、え、あと18人。ちょっと待って、人減るの早くない？もしかしたらあのなんか組織のあれにやられた、みんなやたらやられるの早い。あれ、 XP コインって青かったっけか、なんか変わった、これ。いまだに何か知らない XP コイン。シーズン2のヒカキンは一発で当てるんだ。難しいな。これ音なんね。すっげえいい銃だ。奇襲攻撃を仕掛けたいな。これって遠くからだとダメなのかな。当たる！うわ、すぐ弾切れ。あ、べ、弾切れた。弾切れだとか言って、え、弾ね、ちょっと待って、リロードとかじゃなくて弾が根本的に切れた。逃げよう、貪欲に勝ちに挑む。まるまる、また悪さするんか。え、何、なんか、なんかあれ、運がいいとなんか丸が出てくる、出てきて仲間になるとかそういう系。ていうかさ、スナイパーライフルあったらゴルゴ13金やりたいんだけど。え、ここも組織のなんかとこじゃない？ごめんねー、ごめんね、ごめんねー。うわー、シールドマックスだな。よし、建築してこない。これ一般の人だよね。あれ、一般の人だ。オッケー、倒せる倒せる。真っ向から、真っ向からいっちゃった。成形シャート、オッケー。もう一人いた。上来てんぞ、気をつけろ。
回取るか。受け取れ。来てる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 。ただ焦ってなんかあーとかで上向いて打たないでちゃんと坂だけでなんか脆いけど頑張って上取って一人倒した。あー、ビクロイが目前ではないです。いやー、くそ、まあでもいい試合だったね。マルオには会えねえし、もうブラックマルオ、うわっ、みんなここに来てる。やっぱ新しいさ、要素に人が集まっちゃうよね、一気にね。なんか組織と戦ってんだよ、ほら。レーザーなんかほら。なんか気づかれてんの、ピーとか言って。いやー、すごい試合だったな。やべやべ。張り切りすぎた。さあ、行くぞ。さっき分かったのは、ダクトがある。ダクトから入ったら、あのなんか兵隊みたいなやつに気づかれないんだよ、多分。で、さっきみたいに着替えないと、あ、待ってよ。ここもあるんだよね、ここ。ここもなんか基地だったよね。さっき最終地点やられたところらへんでね、ここ。ここも気になるな。あの兵隊は多分普通に行ったら撃ってくるんだと思うんだが。あれ、これ屋上にはいない説。あれ、ここってなんか新しい施設っぽいよね、この。降りんなよ、誰も。ショットガン持ってるからな、こっちは。あ、ここはいないわ。オッケー。なんだ。ここに宝箱あるぞ。ふぃー。ウィス。いやー、いい。無理して、中心部に降りなくてよかったかな。あれ、でもなんか撃たれてたよね、あのスパイみたいなやつに、ここでみんなさ、ピピピピピピンとか言って。いきなり撃たれるかもしれないから気をつけろ。何これ、ちょっと待って、これ気をつけた方がいいね。これ何なん、この段ボールみたいの。よーし、オッケー、いいよー。あれ、別にいないの、ここって。忍び寄る段ボール、へえ、段ボールね。あっ、あったー。よし、ダクトがポイントなんだな、今回。分かったぞ。ここは？ええ、ピピッ。ここにもなんか落としてんな。うお、ん、ここ、あったー。なんだここ、え、え、わけわかんねえ。ただきついとこ落ちただけじゃねえかこれ。おお、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、ワープした、なにこれ、なにこれ、逃げたぜ、やばいとこから。地下への落とし穴みたいなのが、メールメール、なんだあれ。ポーション飲もうよ、とりあえず冷静に。ここだわ、さっき起こしたの。あ、ダンボール入れば大丈夫とかある、もしかして。これあるな。ワンチャンあるね、ワンチャン。よいしょ。あ、だから丸をダンボールとかあったのか。これで、これで大丈夫なんだ。大丈夫だ。よく気づいたね、ヒカキンさん。あんた天才だよ。ゆっくりポーション飲めるんだ、これ。なんだ、なんだよ君。これって、これってぶっ壊せんのかな。怖え。あ、な、撃てないんだ、これ。ダメだ。
とりあえずここに降りられるってだけだ。そうか、これで逃げるしかないのか。あ、これ開けてねえわ。あ、やったやったやった。よしよしよし。なんだよ、もう一回もう一回。逃げよう。よし。ってことはこっちは何？まさかあそこに下に行くなよ。逆走？外だ。え？銃があるんですけど。え、これ何これ？ゴーストヘンチマン専用。あ、なんかに。もうやだ、ここから逃げよう。逃げ、さよなら。さよなら。もうやです。怖い、怖い。ビクロイどころかもう見えない敵と戦っちゃってるからさ。逃げ、逃げ。ゴーストヘンチマン専用はもう、出れない、出れない。ママ。出れた。くっそ。何無駄なことしてんだよ、ほんとに。大していい武器も取れてねえしさ。こっからだな。おっしゃ、ラッキーラッキーラッキー。いい銃持ってなかったね、この人。よかったよかった。よし、なんかいい武器いっぱいあんじゃねえ、ここ。建築資材とかすごいな、ここ。うわ、宝箱の音してんだけどな。下だな、これ。やっぱり。し。俺の時代、トライ。ひえ。これタブだっけ？よしよし。この行為をして。タブ。キーボードを見ないとボタンが押せない男。それが、ゴルゴヒカちゃん。狙ってる狙ってる。強いよ、殺傷能力が違うんだよ、ちょっとこっちはね。上を取るんだ。隠れているね、これは。もうミスターポンプマン、いや、ここは隠れているのは分かっているんだ。こうやって、え、なんか燃えてんだけど。バーチャーパーチャーパーチョパパチョパチョ。なんですかこれ、なんですかこれ。あれ、回復キットなかったっけ。まあいいや。 あの建築自分のか。そっかそっか、鉄は時間がかかるのか。びっくりした。にしてもこのゴールデン持ってる時のこの安心感ときたら半端ないものがあるね。 OKシーズン2いい感じだよ。少し建築する心の余裕があるんだ。誰も来ない。セイキンの車屋の横ですね、これね。車屋セイちゃんの横です。い、流れに逆らわず泳ぐ。うまい。よし、チャンス。これでうまい人の動きします。うまい人の動きします。あれ、うまい人の動きします。鉄を使っちゃった、これ。鉄からの切り、うわ、バンテージバズルか。鉄からの切り替え方が全然わかんない。バーストアサルト、バーストアサルト。いや、いらないよね。そう、上手い人っていうのは、案外これ、色にもうね、惑わされずに、いらないもんはいらないと。捨てていきますから。建築資材も取れたし、オッケー。めちゃめちゃあんな、おい。近いのはこっち。ん？もう一個取りこぼしもあるんだが。ジャンプパッドでこれジャンプした方が早い？ジャンプパッドを使う？そうだね。ジャンプパッドを使ってみよう。ねえ、やられるくらいだったら先に使って、やられたいものだねー！前に飛んでくスタイル。あそこだ。いいね。いいジャンプだったんじゃない？高いとこ登ってから。リロード。パツパツいってんな。パツパツパンパーンいってんねー。これは強化できるやつだ。ただ強化するにしても、一個跳ね返ってきた。ちょっ
初心者あるある跳ね返ってくる。こっちは鉄なんだよ、おら。なに？なに？頑張った頑張った。くそー。スパイヒカちゃんと行くスパイの旅。さあ、どっからうまく入っていくかね。理想の動きをしたいんだがね。またここ行きたくなっちゃうけど、ちょっと開くのが早いんだ。ほんと腕自慢の人はみんなここに降りるでしょうね。ただここまで密集することないじゃん、人が。こうやってアップデート直後でみんなここに降りたいみたいになんないとね。これはいい練習の機会だと捉えてさ、頑張ろうよ、みんなで力を合わせてって。これは危険じゃないかね。まずはこのあなたを倒すんだよ。 OK、 これが成功法則です。どっから行ったらいいんだこれ。オッケー。すごいすごいすごい、こういうことだ。スパイヒカちゃんと行くスパイの旅だよ。スパイです。うまいことやってます。そろそろ来ると思う。確率的に、確率論的にそろそろ来ておかしくない。この段ボール人と思うのかな、今の新しい環境において。思わないのかな。ちょっとずるかったね、ごめんね。してる。一個下の階に行ける系。これイモ入ってんだろ俺。我全然普通。やった、飲めんじゃん。オッケー、これで行こう。え、分岐してんだけど。え、スパイヒカちゃんと行くスパイの旅じゃんこれ完全に。え、こんな繋がってんの。この辺、あ、ここだ。どうなってんのこれ。え、何ここ。あ、こういう風になってたのか。なんか横の施設みたいなとこだな。うわ、人来た後あんな。気をつけろ。うわ、ここだ。あった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 。あべ、これどうやったら取れんだこれ。こうやってやっちゃったらいいの。うわー、なるほど、こういう風になってんのね。それもダクトはこれ鉄だわ。いいね、よーし。はいはいはい。ゴミ箱もらってんだこれ。めっちゃいい武器とかある。ちょっと待って、これ案外さ、みんな戦い終えた後にここ来てもいいね。おこぼれちょうだいっていう感じで。よーし、ラストこれで盛り上げていこうね。ゴールデンでショットガンも青ある。やべ、振り切ってる。
よーし、いやスパイ楽しかったね。最後こっからちょっと普段のフォートナイトって感じでゴールデンスナイパーが火を吹く。ポンプマンか、青ポンプにする。タクションの方が使いやすいんだけどな。気をつけろ。いる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 、痛い痛い痛い。バレたかな。バレてるよな。バレてるわ。バレておるよね。回り込んでくるかな今の人。上にはもういないっぽい。うわ、やられたくねえ今の人に。うわ、ちょっと待って。話して気づいてる？後ろからも来そうで怖い。気をつけろ。ゴールグです。重っ。これ人じゃない。やばい、怖い。うまく今背中守る建築したね今ね。狭い。打ち返されねえかな、怖いな。カカシさんがいるわ。明日はいいな。ストームという一番強い敵にやられてしまう前。何か見えないんですけど。ゴルゴ頑張った。はい。いやこの人強いよ。ダメだ、どこにいて何されてるか何も分かんなかった。テンパっちゃって。もうこの紫の魚食いたかったし、マローに会いたかったけど頑張った。いやー楽しかったね。でもテンパっちゃった。すごいショットだったよね。あのね、結構かつてのゴルゴくらいの距離だったよね。ああ、もしもし。いろいろゲットしたのかな、これ。オッケー。うおー、すごい！逃走用ケース。いろいろゲットしたぞ。わーい。はい。はい、というわけで、ちょっとね、あえて調べないでやったんで、立ち回りとかは、おかしかったかもしれませんが、ちょっと次回からは調べて、もうちょっといい動きができるように頑張ります。この動画、もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録はこちらをポチッ。その他、私ヒカキン、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。